あ、よっしゃ。最近、土日だけやってる家の近くの居酒屋に行くのが、土日のルーティンになってます。大学生です。洗濯乾燥機が毎回あの故障コードみたいなの出ちゃって、全然できねえじゃんと思ってたら、あの本当に量が多いだけっていうことに気づきました。あるな。ダメダメ長春です。中宿、安田の中宿店、そういえば俺が人生で初めてパチンコを打った店だったなんて最近思い出しました。おダミラマチ原田です。共同の、行きつけのラーメン屋さんの、人に共同の後編はいつ出るのかと、もう出ませんと言いました。出てください。大徳のニューラジオ。はい、ということで超久しぶりのなんかちゃんとした配信。西君に会うの久々だよ。めっちゃ久しぶりだ。西君何やってたの最近？いやー、忙しかった。ロケで大阪行ったり、なんか仕事ぶりのやつで、はい、あ、まあまあ、ちょっとあんまです。長いもの系だよね、だからね。長いもの系ね。はい、こんにちは。そしたらロケ長いもの系ですけど、はい、まあまあ、あと姉の結婚式に実家帰ったりもしました。もう、はい、お姉ちゃん結婚したんです。そうです。おめでとうございます。見てるんですか？絶対見てない。姉ちゃん見てない。絶対見てない。同じ髪型してるの？いや、してます。女性でそれだってよく結婚できたなって。熊本出身のあのホークスの育成の選手が巨人に入ったんですけど、はいはい、周東より足速いらしいです。ええー、まあ、そう、はい、船越熊本なんとか高校って言ってた。城北？大体そうだよ。熊本城北高校。あ、城北？城北ね。うん、はい。城北でも何？あ、でも何年かに一回出てたよね、甲子園とか。いやいやいや。出てないっけ？そんな僕の年城北だった。はい、そうだね。だから高校のイメージだよね。そうですね。ね、その時いいピッチャーいたんですけど、うん、あのあその代があのあいつ立岡と同期。あ、巨人の立岡。鎮西っていう高校にいたんですけど。あ、立岡も熊本なんだ。あ、そうなんだ。で、その時はい、城北出たんですけど、それ以来ちょっと。だって県内では強いですけど、それこそソフトバンクの育成だっけ、ソフトバンクから選手間ドラフトだっけ、あれ人的保障だっけ、阪神に行って大活躍してる。あ、大竹ね。大竹ね。あのそうですよね。あのパターンあるからいいかもね。そうだよ。あのホームから打って一塁までのタイムがシュートは 3.63 とかなんですよ。でその一郎も多分そんなもんだよね、おそらく。一郎はもうちょっと遅いんじゃないですか。もうちょっと遅いです。で、そいつが、船越やつが 3.5 なんとからしいんですよ。でも異常らしくて。じゃあもうボテボテのゴールを打ちまくればいいんだ。打ちまくればいいんですよ。ただめちゃくちゃ打てないらしいです。まあまあまあ、そうなんだ。全然打てないから、育成みたいな。いやだからね、そのまあワンポイントで使えるのが盗塁で。あ、そうですね。別にヒデトラ、トラだ。一番憧れてるプロ野球選手鈴木貴弘らしいです。じゃあもうすごくないですか？じゃあそうじゃん。足の人だ。完全に足。確かに全然スポーツの話できてなかったからね。できてないですよね。まあ、まあ、まあ別に M1 の話だってもう終わらない限りすることねえからな、うん。そうですね。まあダブル東に決まりましたぐらいの話とか、はい、でも俺久しぶりになんかいっぱい見たよ、準々決勝。え、パーフェクトパワーズさん見ました？あ、見た見た。途中ちょっと俺もあそこばっか100回ぐらい見てる。山中ちょめつけちょ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 、何言ってるか分かんない。山中積みの手袋かえって一回突っ込んでるんですけど、さすがに無理すぎて、なんてっていうか、面白かったな。結構いっぱい面白かった、みんな。俺だったらこれかな、これかなとかなんかいろいろ考えながら、グローもしくはグローの俺なんか準々決勝で一番好きなボケはグローの、はい、トミー・ジョン手術おごるよっていう、あ、そうなんだ、ボケむっちゃおもろかったね、あれ。そ、会場自体はそのやや受けなんだけど、やっぱトミー・ジョン手術を知らないから、はい、お前そんなやってたら大谷翔平と同じとこ怪我してまうわ。
もし怪我したら言うてな、俺が飛び石の手術起こるからって言うあそこ声出して笑っちゃったよ。めっちゃおもろかった。めっちゃおもろかったわ。どっちなんだろうな、剣を生かすタイプなのか、人工なのか。いや、そうね。どっちかだよね。両方の可能性もあるよ。これセルスパさんのもマジおもろかったな。うん。また裏剣やってる。裏剣やったんだ。もうなんかその待ってましたな。あれすごいよな、あれ。いや、だから、でも、どっかでやめるタイミング来ないと、どこで来るんだろうでちょっともらえなくなるから。そう、重い十字架背負ったな、セルスパさん。重い十字架背負ったよな。最後のオーラスで裏剣っていうのが待ってましたね。まあ順番が出たぐらいか。ああ、そうですね。俺らがでもダブル東トップバッターっていうのはかなり温まって、ブロックから始まりそうだよね。順番出た。お前らが D の頭？そうですね。あれ、私はないんです。アマチュアが出るみたいなないんですか？ないんですか？ああ、なんかあったね。去年出てくれてたんですよ。ああ、そう。バッターで。深海魚ね。深海魚。私ナユタですかね、じゃあ、わかんないですけど。ナユタでも、フリー、もう、活動してるっていう枠なんじゃないの？あれ、あ、なるほど。どうなの？フリー、自分たちではフリーですって言ってたんだよね。大学生たちは。どうなんでしょう、東大と慶応だっけ？東大と慶応だっけ？あ、そうなんすね。マスですかね、ルール。ボケの方が東大なんだよ。うおぉ。だから面白かったよね、あの、はい、ね、順々にいただいて。面白かった。あ、頭いいね、ボケ。いや、憲法でしょうとかね、22条。そんなわけないじゃん、今、スッとスッと入ってきたな。そんなもんかな。まあ、あさってか。あさってだから、まあ、そのお笑い、そう、お笑い関係で言うと、一応、初めて、大宅 TV の企画がラビットに出た。いやー、めそうか、そうか。最高でしたね。もう忘れてたな、もう、ほんと。僕はちょっと海鮮丼期待したんですけどね、探しちゃって。いや、あれもう、あの、電源オンにならないよ、あれ。もう。本当に回すためだけ。だから言ったじゃん、あれテープで本当にガチガチに止めないと、スマホを寝転がって見てたら、スマホリング刺さってんのに落ちてる。いや、だって俺はさ、どういうこと？どういうこと？あれ何日か前にその打ち合わせしますってなって、で、打ち合わせして、で、決まりましたってなって、で、決まるんやつ。そう。で、なんか、第3は回るんですかとか、なんか、まあ、その YouTube 見ていただいたら、なんとなくわかると思いますみたいな感じで、で、俺、当日、その台本とかもなかったからさ、あ行って、まあ、こんな感じですってなって、そのあ、俺回さないんだってなって、まあまあ、ベルト掲げて出てきただけ。完全セコンドでしたね。今後、タクだけでいいですよって言ったんだけど、あそれだったら。で、こいつのさ、あの携帯がね、言ったら2分3秒が、その動画上の記録で、はい、でリハやったのよ。で、こう大宅さんここから出てきてくださいみたいな。で、テーブル用意して根立さんと、誰とか誰とかで勝負しますみたいな。あ、分かりましたって言って、まあそのみんないない、じゃあ一旦たくさんもだけちょっとこんな感じで回るかっていうのちょっといいですか、ちょっと一回やりましょう。じゃあそれでと勝負する感じ。じゃあそれでいきますよ、よーいスタートって言ったら2分10秒だった。そうだったんですね。超えた超えたってね、テロップもね、ダーン世界新記録樹立っていう用意してたんだ、黄色のテロップもあったわけ。うわーパターン。ほんでね、こう戻ってこれいけそうやなと。はい、まあ、ただ4人で投げるから、タクがちょっと躊躇して、真ん中とかを嫌がって当たるのが嫌がったりとかし、なるほど、それ次第かな、みたいに言って、楽屋戻って、楽屋の木のテーブルでね、マネージャーがずっと見守りながら、こうやってシャーって言って測って、あ、これも2分10秒ぐらいです、みたいな。これいけるなと。さあ本番よ。2分ちょうどぐらい。いや、あのね。緊張したんかな、スマホ自体も。もう本当に、吉田がもう、終わって楽屋に戻るときになんか、いや、仕事減ると思う。いや、本番に弱いみたいな、ね。スピナーが、多分だけど、俺強く回しすぎてんだよ。はい。多分、軽く回した方が多分もうちょっと回るんだよ。だけど、その実績を、まだ自分が詰めてないから、信頼できないの、それ。あと、めっちゃ早く回るっていうのがおもろいじゃん、一個。はい。はい。だから、それも見せたいし、記録も出したいっていう狭間。難しいところ初めてじゃない、テレビ史上回ってるスマホ、回ってるスマホ2分間ゆっくりに見えるのがちょっとなんかわかんないけど、やっぱすげえ面白かったんだよな。待てるんだよな、あの2分間。マジで面白かった。圧倒的すぎるっていう面白さがまずあるじゃないですか。なんで、あ、やっぱすごいんだ、やっぱ違うんだ。こんなに違うんだ。意味わかんないです。まだ誰からもその動画とか来てない、俺のもとに。一応全国のちびっこ待ってるとか言ってない。来なかったね。来てない。
でもこっからやっぱスマホが進化していくのでどうかなっていうところですよね、うん、そうだね。いやだから重くなっちゃうとまた俺はもしあの回す用スマホ本当、はい、スピナー用のスマホを俺作るべきだと思って機能が何にもない。またドンキで出したらいいんじゃない。あ、またマレーのクズ行くか。マレーのクズ行くか。どっちかというとガムでもいいかもしれないですね。そしたらその回る用の側。あーなるほどね。すごい。ただ使ってやっぱこれやっぱ公式にしないといけないからスマホスピナーの、ただそのまあ、とんがりにした方が一番回るんじゃないかってみんな言うんだけど、実はもう一回傾いたらあるからね、そのどこまで規制するのかっていう。あと尖らせるなんかスペアリングとかできそうじゃん、なんか回りながらカシャカシャって動くみたいなああいうのもちょっと。あと4点にするやつとか現れてくるかもしれない。いやそれは1点のみでしょ。まあ一応スマホリングだからね。公式ルール1点でしょ。そのリングとしてスマホリングと言ってないんだよ。スマホスピナーって言ったんだけど。そうか。でもリングとしての役は果たしてないとやっぱちょっと違うなって思いますね。まあ、ねそうだよな。まあまあまあちょっと。なんかその筑田製作所みたいなそういうところに作ってもらえないですから、その下町に。下町の最強のね。工場とかに。いやモンスターエンジンの。あ、いけそうじゃん。西森さんとか行ってくるかもよ。ただその自転しだしそうだもんな、そのうちなんか分かる。この本体がもう回ってるんですよ。もう回っている。回す、そう、その動力さえ与えれば一生回り続けるみたいな。そんなに作ってきそうだから怖いよな。シアメリカンブラックみたいになんかずっと怖いんだけど。それ怖いだろ。とか言って。それ嫌だよな。いやあれはすごかったな。まあお笑いで言うとそんなもんで、まあね。メジャーでいうと大谷がどこ行くのかでもう持ちきりだし、なんかジャイアンツの本拠地に足を踏み入れたという情報入ってますし、ブルージェイズのキャンプ地に足を踏み入れた情報も、ブルージェイズ数々、実はねブルージェイズはねまだね候補残ってるんじゃないかって言われてて、見に行けないですね。そうなの、トロント、いや唯一のトロントで、でこのトロント何がいいって言ったら、そのカナダ全体が応援するぞっていう強みがあるっていう。なるほどね。カナダの人みたいなの、うん、ゲレーロいて、まあ、強い。いやで今ねバッティングは強い、ね、強いんだよな。で考えてよ、大谷ゲレーロっていう並び3、4番 MVP を争った2人だから、去年のね、菊池もいるしな、一昨年か、そうそう、もうこれは結構面白いことになるんじゃないの、うん、前田がタイガース行ったね。ね、しかもかなりの評価もらって2年に30何億やっぱ今年の後半やっぱ良かったですもんね。良かった良かった。でもなんかやっぱり大谷のあの言ったらリハビリチームごと移籍しないといけないから、もうあっちの西海岸のどっかなんじゃないかっていう。なるほどね。まあまあまあそれはそうだろうな。まあドジャースなんか撤退か、いやいや残ってるとか、なんかいろんな話もあるし、ドジャース行ったら面白いよ。だ山本がドジャース、ヤンキースメッツあたりがかなり、ヤンキースメッツが一応秋寄せ的には有力だっていう、本気で取りに行ってるって。ただドジャースは大ファンじゃないかって説もあるし、山本時代が。そうなんだ。で、今永がカージナルスかカブスが言う。似合うな、カージナルス。なんか今永は山本と、まあ言ったら、まず大谷終わって山本終わらないと今永まあそうですね、が本格的に始まらないんじゃないかって。でも移籍先は年内決着の見込みって今出てる。で、その言った松井も、松井祐介。松井祐希も、間違いで決まるって言ってた。松井裕樹もね、カージナルスとかあの辺狙ってるって言ってた、ね、そうなんだ。だから左思い切ってカージナルスは2人取るかもしれない。いや今永はね俺ちょっと期待してて、久々の石井和久以来の本格派の左なんだよね。石井和久めっちゃ良かったからね初年度とか、はいはい、10勝ぐらいしたからな、まあ、したあれどうじゃんす、まあ、結局和田とかさあの辺が怪我で、結局左の本格派って意外と日本のピッチャー投げてないんだよね。まあ優勢、今優勢がまあまあだから優勢も怪我しちゃってってなってるでしょ、うん、だってフルシーズン通して活躍したことないもんね。結局菊池も途中でね、シーズン後半から中継ぎ回されたりとかさ、うん、まあ、去年はね一応頑張ったけどね、一応これ楽しみ、ね、ちょっと物足りなかった、ね、今永のでもやっぱチェンジアップとか打てない気しますね。打てないと思うよ俺も、うん、でインハイをストレートで空振ってる姿とかもなんか目に浮かぶな、うん、石井和也初年度14勝してます、ね、14勝もしてるの、オールスター出てる。ただ防御率そんな良くないんだよね。ああ防御率でも当時飛ぶボールの時代だから、そうです 4.27、すごいと思う、飛ぶボールの時代だからね、いいと思う。吉球106で
リーグ最高。すごいな、すごいな。それで4点台か。スーパーの王冠だったからね。筒香もね、マイナー契約が今日。ああ、ジャイアンツ。ああ、ジャイアンツとね。で、あの、日本人のサッカー選手が、なんか南野がすごい復活してきて、2戦連続ゴールで、ほんで、遠藤の見た、シュート。きたー、遠藤の感動したな。いやー、マジでいいゴールだったな。いいゴールだったな。なんで出れてなかったの、あれ、遠藤。まだやっぱ信頼がなかったの。まだダメなのか。まだカップ戦とかでしかほぼ出てないね、ちゃんとは。だって、別にそんなミスもしてないしさ、ネタいい活躍してる感じするけど、ね、うん、そうですね。クロップまだか。いや、まだね、あの、スピードについていけてないらしいのよ。プレミアの？うん。めっちゃ速いんだって。ドイツってやっぱ遅いんだって。硬いって感じか、うん、ドイツはどっちかっていうと。うん、サラーからのパスでね。ね。いいね。しかも、ちゃんとチームも逆転、大逆転したしね。いいよ。だってあれ、後半だって30何分に出て42分に、4分ぐらい出るでしょ。それこそ、あれ、ソシエダがグループリーグ突破したよね、チャンピオンズリーグ突破した、はい、したよね、はい、久々の決勝トーナメントじゃない、日本人、久保誰かいたっけ。いや、南野とか、あ、モナコ時代にやってるか、あのモナコじゃない、リバプール時代の時、はい、うん、ほとんど出てなかったけどね。楽しみだな。冨安が大丈夫なんですかね、その怪我が。あれ大丈夫っぽいよ、足つったレベル。そうなんだ、よかった。冨安がかなりやばい、監督の試合も勝ち取って、しかも契約交渉で来年の夏までなんだね、確かね。で、それでかなり上がるんじゃないか。かなり上がるって言われて。この前のロングパス、えぐかったな。で、そうか、その流れで小野伸二が引退してっていう。あ、そうなんだ。一時代が。あとは、あの札幌？最後札幌でね。で、引退先発出てたっつって、で、フェルナンド・トーレスじゃない、ファン・ペルシーが、言ったらコメント風に流れてた。オランダでやってたのか、一緒に。だってファンペルシー4つ下なんだって、うん、ファンペルシーが言ったら入った時に、フェーンヌって入った時に小野はもう、あ、そうか、ヘリコプターで登場ブルーってやってきて、あのジャパニーズみたいなことになってたんだ。ほんでもう俺の師匠だって言って、スナイデルもトラップ、パスの技術全てにおいてもう全部参考にした。マジかって言ってて、トゥーリオも言ってましたよ。日本人で、うん、一番前の右だったら小野、左だったら小林ですけど、うん、いやもうそれ間違いないです。中村俊輔も僕に持ってないものをもう小野さんが全部持ってて嫉妬してたって、一時期西君みたいな髪型にしてた時はあんま好きじゃない。ありましたね。なんでそんなことになった。やっぱどう考えても歴代ナンバーワンのサッカー選手なんだろうね。サッカーセンスがあるんだろうね。あ、技術で言うとね、はい、すごいよ。でもまたやっぱちょっと今レベル違いますね。いやマジでバルサとかから来てたんだぜオファー。今何が？あ、小野伸二とかレアルとかからガチで来てたんだよ。行ってたらやばかったよ。行ってりゃよかったな。可能性あったよな、うん。あの時代まだそんな強くなかったけどね、多分。はい。まだあの時代はセリエや全盛期とまだ言っても、ね、っていう感じですかね。スポーツはちょっと久々にね、せっかく溜まってるんですよね。で、ちょっと時間もね、そう、ちょっと僕らね急遽ねライブ。ちょっと助っ人で出ないといけなくなりまして、もうどうしても絶対 お悩み相談だけやっとかなきゃダメだよね。いやそりゃそうだよね、お悩みなんだから。お悩みが早く解決しないと。原田邦夫のお悩みちょうだい。よろしくお願いします。ラジオネームマイカー戦車かっこ初。マイカー戦車、マイカーが戦車なの。皆様こんにちは、はじめまして。私は事務職をしている女性ですが、私の悩みを聞いてください。どうぞ。最近、配置替え、まあ、席替えがあり、私の右隣の席に上司がやってきました、うん、上司は明るく優しく穏やかで人柄はいいのですが、仕事となると集中して周りが見えなくなるようで、自分の机の上に資料やファイルを広げて私のデスクの境界線を越えてくるのです。あ、なるほど。少しくらいなら構わないと思っていたのですが、どんどんひどくなり、時には書類を置いている私の右腕にかぶせてファイルを開いたり、私がマウスを操作している手の上に書類を置いて、やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ。この線までは私のデスクですから侵入しないでください、私だって広く使いたいんですよと注意すると、あ、ごめんねと謝ってはくれますが、一向に改める気配はなく、ほぼ毎日この やり取りをやっています。だいたい上司はデスク上の配置がおかしいんですと。右利きなのに、デスクの右側にでかい書類かごや文房具などを置いていて、中央にはキーボードで、空いた左側で書類を書いたりしています。席もだいぶ左寄りですと。寄ってくんな
と大声で叫びたい。教会の攻防戦をしながら毎日心を無にして仕事にしています。大人になってからこんなに分かってくれない人に会うのは初めてで、どうしたらいいか分かりません。何かいい解決策はないでしょうか。なるほど。あ、これはまたリアルなお悩みですね。パーソナルスペース入ってくんなよ。あ、確かにそれはちょっとライブの話し、わかりました。秋でね、やっぱり確かにこう切ってやばっまた引っ張られた。捕まるから。まあ、これやっといてください。あの、お前どうだったの、シャープ3が前半放送されて、はい、もう神回の香り漂う。嬉しかった、早くて。アップされるのが。確かに早かった。もうほんとね、これ、こういろんな人にね、ほんとに面白いって、もう芸人もファンいっぱいいてさ、嬉しいよね、言ってくれる。やばい。山梨のスタッフさん。やばいことになってる。革命ですね。やばいこと。再生上がったらね、あれは、すごいことになりそう。いや、俺らが決勝行っちゃえば一丁分かる。やばい。それだけで食ってきた。痛いよー。こいつはいないこいつはいないで痛い。あ、危なかった。あなたも、もう思い切って、左の人に、そのずれてる分、バーンとやってあげましょう。そしたら左の人が怒りますよね。ちょっと邪魔だよと。でも見て、この分、ここ、邪魔しているから、この人のせいなんだ。二人分の怒りをぶつけることができる。おい、いい。今日いいですね。いや、それどうなんだろう、だって。こんなんもう、迷惑かけてるじゃん、もう一人の。これもう、針を作ればいいんだね。まあ、それかもう、なんか、倒したら割れちゃうもの。花瓶とか置いちゃうとかね。もう、なんか、それが剣山みたいなのをこうやって、もう。なんか、すごい腹立つと、これね。へこいたな。へこいた。へこ、ごめん。え？いや、俺だよ。あ、お前か。いや、なんで、別にいいよ。俺が救ったんだから。俺だよ。嫌なこと。ネタになりそうだな。タクがなんかやって、僕ですって言って。いや、いいよ。いいよ。そんなことまで。はい、マイカー戦車、そういうことらしいです。いや、なんか、楽しめばいいのになっていう。逆に楽しみじゃん。まあ、腹立つと思うけど、例えば前に写真撮って、これを置いたらどうなるかっていうのを撮って、同僚に見せて、メールリストで回しちゃって。YouTube やればいいじゃんね。確かに。また入ってきたって。多分 ADHD なんですよ。おそらく整理整頓ができなくて、典型的な。効率よくできないから、その上司はそうやっちゃうんで。意外と悪気なかったりするんで。悪気はないだろうね。それを楽しみ、逆に楽しみに変える。それがめっちゃ好きなんじゃない？マイカー戦車のか。確かにおかしいもんな、この。ろうそくとか置いときゃいいね。あちゃっつって。で、燃えちゃって。YouTube でね。はい、次いきます。ラジオネーム、人間キャット。過去初。まだあるか。初めて。人間キャット。初めての投稿です。ありがとうございます。本当に憂鬱で悩んでいます。あ、私は新卒3年目の某大手商社に勤めている、社会人多いな。男です。すげえ、商社。弊社は、新卒は最初は、都市部の営業部に、配属され4年目から異動になるという慣習があり、私も来年に異動することは覚悟していました、うん、私は東京生まれ東京育ち、今も、配属も東京本社で、来年の異動はずっと前から不安視していましたが、この度なんと沖縄へ行くの異動となりました。地方への異動だとしても本土から出ることは予想しておらず、正直嫌すぎて退職も考えているのです。カードだ。ですが、せっかくお給料もそこそこいいところに就職できたので辞めたくない気持ちもあります。ふにゃお先生も地元から新天地に出てきた人として、どう気持ちを切り替えてこれから仕事を続けられるように。ああ、なるほど、なるほど。どうします？店長に電話します。沖縄の魅力もお願いします。確かに店長に教えてくれそう。沖縄なんか行ってくれでしょ、ね。沖縄。確かに。もうへん、お前まだ。沖縄ね。アドバイスしてないんだから。そっか。いや、俺たちの意見言っとくから。いや。考えといて。ちょっとサクッと。うおおおおお、鎖骨です。鎖骨です。馬車馬ですの言い方したね。鎖骨です。鎖骨です。沖縄行けばいいのに、まだ25歳でしょ。確かに。お、楽しそうだけどね。いやいや、人生で沖縄に住めるっていう経験あんまないからね。あんまないよな。住むってないよな。だからニューヨークからカリフォルニア行くみたいなことでしょ。全然いいじゃんの。本体側行くなんて。飯だけうまくないから。入っちゃった。入っ
セクチンコ、セックスしてる、ケツから入ってきた感じするよ、ね、もうやってそうだよね、お尻の穴プレイとかやってるでしょ、やってるよ、あの数珠みたいなやつ入れてアナルパールアナルパール沖縄に確かに行くのは、勇気がいるかもしれないんですけれども、一回楽しむというマインドで行ってみて、それでもしんどかったらもう一回考え直すっていうのはどうでしょうか。え、一回行ってみよう。転職するってこと？はい、いや沖縄に行くんです。行ってダメだったらってこと？行ってしんどかったら、まず行かないうちにいろいろ考えるのはもったいないような、そんな気がします。この転勤っていうのはさ、これはなんで毎回転勤するのみんな？もうしょうがないんじゃないですか、入れ替えというか。なんで入れ替えるの？やっぱ新人になっちゃうからってこと？いや、新人はやっぱいろんなところにこう経験のためっていうことか、はい、そのいろんなところで、まあその最初はキャリア組でも絶対1年交番勤務やるとか言うじゃん、うん、警察官も、うん、なんかそんなノリだよね。でそっからはどこの警察、そのキャリアになるかわからないみたいな。ゲラゲラ星人さんも宮古島今いますけど、やっぱ楽しそうは楽しそうです。それは楽しいよ、慣れた、まあ、僕らも1ヶ月間沖縄いましたから、まあおそらく多分那覇でしょうね、行くんだったら、うん、まあ本社があるって言ったら那覇とかだろう。楽しいですよ、うん、食べ物だけかな、本当食べ物がちょっと飽きるかなっていう。最近はそのインバウンドでとんでもないぐらい観光客が戻ってきちゃってるから、そうだね、それがしんどいんじゃないかなと思っちゃうけどね。ちょっと確かに東京もさ、渋谷に住んでる人ほとんどいないから、はい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 、渋谷に人が多くても別に、だって住んでる人は消灯とかあっちの方でしょ、はいはいはい、だからあんまり迷惑こむらないけど、あれ住宅地もいっぱいあるから、那覇のあの辺って、うん、そうですよね、国際通りのちょっと行ったらもうみんな住んでるから、その辺に、だからそれはめんどくさいだろ。外国の方って、まあ、観光客、旅行客ここまで来るんだっていうね。あの俺がよく行く世田谷八幡宮っていう神社があるんだけど、うん、家から歩いて10分ぐらいの、そこにもいるからね、普通に。で、豪徳寺なんてさ、綺麗じゃん。はいはいはい、そうか。豪徳寺なんてもう外国人来たらもう京都来たみたいな感覚になるじゃん。とかもう、あの、招き猫買うのに、外国人の方が30人ぐらいの列が作ってる。そうなんですね。デュアリパが豪徳寺来てましたよ。デュアリパっていうもう超すごいアーティストいるんですけど、ベース人の。あー、知らねえだろね、デュアリパ。すごいっすね、デュアリパ。デュアリパね。デュアリパ。デュアリパ豪徳寺行ってた。行ってました。いやだから。知らねえだ。いやだって、おそらくこの、その、世田谷のホテルなんか泊まってないわけじゃん。はいはい、電車がタクシーで豪徳寺まで来て、豪徳寺に行ってるわけでしょ。はいはいはい、聞いたんだろうな、誰か。もうそこまで、実際いいし、今の時期とか紅葉あるから、ここまでかって思った。でも意味わかんない。桜上水なんかホテルすらないけど、たまにでっかいゴロゴロいた外国人とかが夜とかウロウロしてる。ないでしょ、桜上水行くとこは。いや、ないよ。だから、だから民泊のところがあったりとかすんじゃない？安く泊まれるところが。ユースホステスみたいな。みたいな。あ、でも聞いたけど、実際に住んでる人もすっごい多いらしいね、今。ああ、なるほど。あの、円安だから、もう買っちゃうんだって、物件を。あ、だから多分リモートワークが世界的に広まって、うん、全く出社しなくていい会社の人とかは、うん、日本に2年住むとかやってるらしい、ね。まあ、だから、そうか、3ヶ月どっか転々とできるのか。アメリカとかより日本の方がやっぱいいらしくて。関東大田橋に、その、外国の方専用のアパートみたいな。あるある、俺もある。言ってました。はい、俺もあるってことあの、甲州街道沿い、ちょっと、あの、八幡山の方に行ったら、でっかいよ。で、なんか、安いのかな。そう、あの、夏に、なんか、あの辺とか、俺、散歩コースなんだけど、うん、あの、短パン短いね、やっぱ外国人って。短い。短パン短いやつが、8人ぐらいで歩いてきて、短パン短いノースリーブおーとか思ったら、あー、全員外国人だよ、だって。むっちゃ暑いんだろうな。暑すぎるんだろうね。まあ一回行ってみろよ。うん。うん、そうっすよ。はい。負けんだから。いや、楽しいじゃん、沖縄なんて。まあ店長のお店ね、行ったらいいじゃん。いや、あそこでも。終わる店だから。終わる店。あの、大沢さんにラジオで送って。いやーやばいよ。なんで警察沙汰になってそうだ。次行きますか。やる？え、大丈夫ですか、だって。ん？あと10分。あれ？じゃあ、ユーナだけやっとこう。ユーナだけやっとこう。あれ？ちょっと、だから、ユーナだけやっとこう。じゃあ、ユーナだけ行きましょうか。ユーナ。多いな。さあ、行きます。ラジオネーム、大谷に会いたい。スピードユーナで。おい。なんでですか？いや、ちょっと、まあ、出ないといけない。あ、どうぞ。そうか。あ、なんで待って。ファンに出てください。あ、なるほどね。はぁ、なんでだよ。大谷に会いたい、僕も会いたいです。
一流選手のキャッチボールにお金の取れるキャッチボールだなんていう人いるけど、実際お金払ってまで見るやついねえだろ。言うな。いや、そう。どう？でも俺は距離によりますね。ここの距離で、あっちから本当に戸郷がもうここのいいとこにパスンって来るのを菅野とやってたやつ、ここで見れるなら俺お金払います。山本由伸のキャッチボールとか見てよ。見たいです。全然見たいよ。まあ金払う、まあ確かにね。まあそのそれだけだったら見ないよ。じゃあ続いていきましょう。ラジオネームしこるくん。しこるくん、自転車の空気入れ無料のサービスあるけど空気だから当たり前じゃん。いや当たり前じゃねえだろ。人権という人の手が加わってるんだ、ね。まあね、あの自転車の前にね、あの自転車屋さんの前にこう、まあ、自分でやるパターンのやつね。あれ嬉しいよね。あの高速のやつ、自動のやつめっちゃあれ嬉しい。早いんだよなあれ。嬉しいね。あれあんなのなかったもん昔は。続いていきましょう。ラジオネームボビーバレンタインの休日。下手な恋愛映画を見るよりも現役時代より生き生きと活躍している斉藤佑樹さんを見ている時の方がなぜか心揺さぶられます。言うな。そんなことねえだろ。本当につきものが取れたよ ね。 ねえよ。さあ続いていきます。ラジオネームまさくまかっこまさかのくま。いつの間にか東中野ハウスが東中野ハウス飯になってる。何それ。だから YouTube チャンネルがハウス飯に飯がついたっていう。東中野って誰が住んでる。俺が住んでる。 YouTube やってんの。 YouTube 前からやってたんですけど、うん、俺がいなくなってからもう本当に終わってるらしくて、古賀が暗闇でコンビニ弁当食べるのとか流してる。誰が見るの。やめろよ。さあ続いていきます。ラジオネームコップ。12月5日から8日までの4日間連続一粒万倍日だそうです。もはや何のありがたみもないですね。まあいいね。でも今日ボートで久々に買いました。買いました、年末ジャンボ。お思い切りました。 D 払いで。 D 払いで買えるんすね。毎年 D 払いで買ってるんですけど、まあ、もうやっちゃいました。何口。3万円3万円とジャンボ3万円、ミニ3万円と30口ずつ。もうこれしか俺の逆転する方法はねえ。頼みます。一発逆転これしかねえから。頼みますよ。そうですね、一番そうだな。今取ったところでなんだよ。逆転の方法これしかねえんだ。ご報告&ユーナ。ラジオネーム佐々木の湯かっこ旧姓田中の湯。え背景、師走の早漏でいいですか。これは早漏。師走の早漏、チーム大宅の皆様におかれましてますます、ご健勝のことと、お喜び申し上げます。私ごとで恐縮ですが、11月29日に8年半ほどお付き合いしていた男性と結婚いたしました。大分未熟な2人ではありますが、楽しい家庭を築いてまいります。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。いいんだよこんな定型文みたいな手が送ってこなくて。何も未熟な。すげえ。私の旦那は早漏です。いらないですよ。早漏なんですね。おめでとうございます、田中姉さん。うん、初期の大宅 TV のね、このコーナーを支えていただいて。支えてください。田中の家、福岡とかだったよね。確かにそうだったよね、うん。福岡に住んでるんだ。なのかな。おめでとうございます。ね、はあ、これは、届けた時の写真ってことか。じゃないですかね。そうですね。いや、よかったですね。まあ、こうやって僕らのリスナーからもね、あの赤ちゃんが生まれたりとかいろいろありましたもんね。はいはいはい、赤ちゃん生まれたのって誰だったっけ。あれ双子の赤ちゃんでしたよね。確かに。桃やろ。桃太と。桃太って双子だったっけ。双子だったよね。とんでもねえよな。双子だったよね。はい、双子だ。ということで、来週は、まあ、できたらやりますけども、来週にはもう分かってますからね。ダブルファイナリスト、はい、ダブル、一番いいけどな、ダブル敗者復活。一組だけファイナリストなどありますが、選択肢を、まあどっちが行っても大宅 TV にとってはおめでたいことですから、はい。あとなんかタクが適当に言ったことでまだ情報解禁されてないことを、あらしいねとかなんか適当に言っちゃって、噂の話を。まあでも噂と言ってますからね。あの本、あの時、今日、先週も噂としっかり。噂って多いっすもんね。めちゃくちゃ多い。俺が言わなかったらね。あれ、それが正式発表の時は、いや、本当噂ですから、うん。何にも知らないましたから。本当に出順も昨日知ったもんね。はい。そりゃそうでしょ。なんで。いや、出順なんてそりゃそう。いや、だからなんか前もって聞いてるんじゃないの的なあるかもしれないけど、本当にそんなのもないですからね。
さあということで、来週はお楽しみですね、はい、スペシャル、スペシャル、え、来週いつ、あ、いや、わかんないです、来週はちょっとまたいろいろ、決勝が24、いや、もうライブビューイング見に浦和まで行かないといけないんです、え、浦和の中しかも駅じゃなくて、ちょっと超遠い、つけた取れちゃんとスケジュールにも自分で決勝って入れてる、決勝って入れてる、調布とか板橋とかその辺、これ自分で、そういえばそうだ、皆さん大体 TV ご覧の皆さん、ちょっと本当にあれ、もう決勝、僕らがもし決勝残った場合ですね、僕らの実は裏かぶりがありまして、BS 吉本で囲碁将棋大学のこんな見るやついねってが12月24日夜9時からあの放送なんです、裏かぶりあるんで、 M1 グランプリ僕ら後半の出番だったら、M1 グランプリの方にモザイクかかるんでそっちの M1 の方、同じモザイクだと、まあ、双子っぽく見える、なんかこういうこういう感じで映ってるかもしれないですぐらいもちろんやっぱ我々レギュラーなんで、やっぱレギュラーの方生かしたい、そうか、地上波と BS も裏かぶりになっちゃうのか、一応なるなんだよ、ね、ならねえよって言ってたけどみんなBS の仕事ならねえよいやでもまあ一応じゃあ M1 はモザイクの可能性ありますので、モザイクだったら俺らだと思って俺でもその M1 で大学さん出てて決勝行って BS 吉本見てる人マジ勇者じゃないですか確かにそうなったからよろしくお願いします、また来週です、さよなら。